はい、皆さんこんにちは、しなたんです。はい、今回はですね、夏のルックブックを撮っていきたいなと思います。前回はね、春夏のルックブックだったと思うんですが、今回は夏のルックブックを撮っていこうと思います。結構いろいろと着回しとかもしていこうと思っているので、よかったらぜひ参考にしてください。ではルックブックスタート。はい、ということでまず1コーデ目はこんな感じでございます。このコーディネートは結構明るいカラーを使っているので、割と爽やかな印象になったかなというふうに思います。まあ、このね、 I love T シャツ、これアベマから出た新作の T シャツなんですけど、とっても大好評をいただいておりまして、すごく人気な I love T シャツです。本当にね、ようやく I love デザインが形になったんですけれども、すごく気に入っている T シャツでございます。これをメインに今回コーディネートを組んでいきました。ホワイトだったりとかグレーだったりとか、割とこう膨張色をたくさん使っているので、こう締める意味でもこういったベルトとかをしてあげるとコーディネートがキュッと締まっていい感じのバランスになるかなと思うので、このベルトも割とポイントかなっていうふうに思います。このパンツもすごい気に入っていて、結構使いやすくてよく履きます。サイドのね、レースの切り替えが可愛いんですよ。これがあることでまた抜け感が出て、横から見た時もめっちゃ可愛いです。はい、ということで2つ目のコーディネートはこんな感じでございます。さっきのね、 I love T シャツをちょっと着回しているんですけれども、ヒョウ柄のスカートを合わせてみました。ヒョウ柄もね、結構トレンドなアイテムなんですが、この I love デザインと合わせてあげてもすごい可愛いなと思っていて、なんかちょっとこの組み合わせ2010何年だろう6、4年、5年あたりのなんか平成っぽさを感じないですか。なんかちょっとこうアメリカンな感じというか、すごく可愛い組み合わせだなと思います。で、今回はあえて足元はこういったローファー、ちょっと綺麗めな感じで合わせてあげたりとかして、なんか子供っぽくなりすぎないように気をつけてコーディネートをしてみました。この T シャツは本当に形がめっちゃ綺麗で、首元もね、結構しっかりと開いていて、スッキリも見えるし、丈感もすごいちょうどいい感じで、なんか長すぎず短すぎずで、私はとっても気に入っております。はい、ということで3コーデ目こんな感じでございます。こちらのコーディネートは結構夏っていう感じ、本当にもう夏女だねっていう感じのコーディネートになったかなと思うんですけれども、このね、まずデニムのベアトップも結構トレンドなアイテムかなと思ってて、着るだけでとても今っぽくなるんじゃないかなと思うんですが、このデニムのベアトップめっちゃ可愛くないですか。なんか色味が結構濃いめになっているから、そんなにこうデニム感っていうのも少ないかなって思うので、結構なんかいろんなボトムとかにも合わせやすいなっていう風に思ってます。今回はね、このカプリパンツを合わせました。カプリパンツもすごく今っぽくてトレンドなアイテムです。今回足元はね、このティンバーを合わせてるんですが、これティンバーさんにギフトでいただいたんですけど、めちゃくちゃ可愛い。もう私ずっとティンバー夢で欲しかったシューズなんですよ。そのシューズをね、なんといただいてしまいました。ありがとうございます。めっちゃ可愛い。本当、結構お洋服が今回タイトめな感じだったので、足元に割とボリュームを持ってきてあげてバランスを取ってみました。で、バッグにもですね、缶バッジをつけていて、そこも割とポイントかな。結構今回色味的にもアイテム的にもとってもシンプルなファッションだったので、ちょっと小物とかでちょっと遊んだ、はい、コーディネートにしました。はい、ということで4コーデ目こんな感じで組んでみました。このコーディネートは全体的に今ブラックで統一させたシンプルな色合いのコーディネートなんですけど、アイテムだったりとかそれぞれ結構小物をたくさん使っていまして、まずこのクロシェニットハット、これは前に私がトレンド予想した時にもちょっと話してましたが、こういったクロシェ編みのニットハットっていうのが結構今気になっているアイテムでして、私もゲットしたので、こういうねシンプルなコーディネートの時とかにパッて加えてあげるとすごいポイントになって可愛いです。しかも夏っぽいので、夏コーデには割と合わせやすいアイテムかなと思います。で、あとこのキャミソールもちょっとポイントがあるんですけど、この肩紐のところが全部リボンでなっていて、このサイドの肩紐もリボンだし、フロントのところから2本パってホルターっぽい感じで紐があるんですけど、それもリボンになっているので、結構1枚でもデザイン性があって、キャミソールよく着る方とかは1個持っておくと、日頃のね
コーディネートとちょっと差がつけられるようなキャミかなと思います。でそれにこのパンツなんですけど、パンツこれ H&M のパンツなんですが、めっちゃ良くて、これが私は部屋着として着たいなと思って買ったんですけど、普通にシルエットも超可愛いし、しかもしっかり丈感あるし、何よりも楽なので、すごいこれはもうお出かけ着として普通に履くことが増えました。もう超おすすめなパンツ。まあそれだけだとちょっと寂しいかなと思ったのでベルトをしました。足元はもう楽ちんな B さんをチョイスしました。ちょっとなんかビーチに行く時とかに着ても可愛いかなって思うコーディネートです。はい、ということで続きまして5コーデ目はこんな感じでございます。このコーディネートはまあデニムにあのホワイトのトップスっていう、すごく夏は定番でやりたくなる組み合わせだと思うんですが、それにこの巻きスカートをレイヤードしたコーディネートにしてみました。このスカートはこのボタンがここについているので、自分の好きな感じで調節しながら着れたりするんですけど、私は1個だけボタン閉じてあげて、こうちょっと抜け感作って着るのがとっても好きなんですが、そこのチェックがやっぱすごく可愛くて、こういったグラデーションのチェックってすごい夏でも着やすいかなっていう風に思うし、やっぱりこういったねパンツとかにレイヤードしてあげるだけですごく印象が変わるので、マンネリとかも防げるかなっていう風に思います。パンツがね若干こう黄みがかったような感じの色味のパンツしているので、このチェックに使われているちょっとオレンジっぽい黄色っぽい感じのカラーがいい感じにこう馴染んでくれて、この組み合わせも可愛いなと思いました。で足元もこのティンバーを履いてあげて、色味をちょっと合わせてあげてコーディネートしております。トップスはね、さっきのトップスの色違いなんですけど、さっきはこの前のところを普通にそのままクロスせずに持ってきてたんですけど、こうやって前でちょっとクロスしてあげても可愛いので、これも結構いろんな着方が楽しめるトップスです。はい、ということで6コーデ目はこんな感じでございます。こちらのコーディネートは結構なんかグランジガールっぽいようなコーディネートに仕上がったかなと思うんですが、こういったねワンピースとかをなんかベルトでウエストマークしてあげて着るみたいなのが、グランジっぽいファッションしてる方でやってる方が多いなっていう私の印象で、今回私もちょっとチャレンジしてみたんですけど、めっちゃ可愛いです。なんか普通にワンピとして着るのもありだけど、こうやって1個ウエストマーク入れてあげることでもっとカジュアルになるっていうか、まあ私は今回このデニムもね下にレイヤードしているんですけど、そうこういった感じで合わせてあげるのもすごく可愛いなと思いました。全体的に色味もなんかブラウンだったりカーキ系だったりブラックだったりダーク系なカラーを使ってあげているので、よりちょっとこうグランジっぽさが出てるんじゃないかなと思います。はい、ということで続いて7コーデ目ですかね。こんな感じにしてみました。こちらのコーディネートもまたこのデニムパンツをねちょっと着回しているんですけど、このコーデ私めちゃくちゃ好きかも。これもねあのアベマのちなみに新作のデニムなんですが、このトップスと合わせるとめちゃくちゃ可愛くって、とってもお気に入りです。この2つ、トップスが結構あのタイトなちょっと体に沿ってくれるようなシルエットをしてくれているので、そのおかげでこのワイドなボトムを合わせてあげてもなんか全体的に重くならずに、割とスッキリも見えるけどでもなんかちょっとゆるさもあってみたいな、すごくいい感じのバランスで着られるので、ぜひぜひやってほしい合わせ方です。さっきバッグにつけていた缶バッジをデニムにこんな感じでつけてみました。ポケットのところにこうやってつけてあげるのもめっちゃ可愛くないですか。さっきみたいにシンプルにデニムだけで履いてあげるのももちろん可愛いんですけど、この缶バッジをつけていることでよりなんかファッションっぽいというか着こなし感が出るかなっていうふうに思うので、こういった感じでスタイリングしてあげるのもおすすめです。ちなみにこのパンツは結構ロング丈になっていて、私これ M サイズ履いてるんですけど、今回ヒールと合わせてあげて履いてるんですが、フラットのシューズ履いてる時は良くても、ヒールとかと合わせてあげるとなんか丈感が全然足りなくなっちゃったとかっていうのが結構私もあって、それが私あんま好きじゃなかったんですよ。ヒール履いても割とこうルーズで履けるデニムをずっと欲しいなと思っていて、今回はすごいロング丈のパンツにしました。まあ、なので同じ悩み抱えてた方だったりとか、厚底のシューズとかを履くことが多い方とか、ぜひおすすめしたいデニムパンツです。なんかもうほんと地面をずって歩くぐらいでどん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 裾が破れてきたりとかダメージが入ってくるみたいなのが結構私的には好きで、育てていきたいなって思っております。
ちなみにこのデニムは後ろにアベンマの A のイニシャルをスタッツでつけていて、そこもポイントになってます。でそれにこのポルカドットね、トレンドのポルカドット柄のバッグを合わせました。で頭は結構すっきりとした印象にしたかったので、ヘアバンドしてお団子をこう軽くゆるくしてあげたっていう感じです。はい、ということで続きまして8コーデ目はこんな感じでございます。トップスは結構ちょっと可愛らしい感じで、こうフリルだったりとかちょっとオフショルな感じとか、この小花柄とかねで可愛らしい感じにしてるんですけど、ボトムをこういったハーフパンツとかを持ってきてあげて、上のフェミニンさとかっていうのをちょっと崩した、カジュアルに崩したコーディネートにしています。で私の大好きなこのハンターのレインブーツ、もう本当にこれは使いやすくって、こういうなんかちょっと中途半端な丈っていうかハーフパンツ系に合わせてあげてもすごい可愛いし、もちろんまあミニのねボトムとかと合わせてあげても可愛いんですけど、本当に使えるシューズです。で今回もこの太いベルトを腰に巻いてあげてアクセントを持ってきました。私本当にこのトップス、こういうキャミと合わせるのがすごいドタイプで可愛くて結構やるんですけど、今回はちょっと無地とかではなくってこのお花柄のキャミ合わせたんですけど、これもこれですごい可愛くないですか。合わせ方は結構簡単なんですけど、こうキャミ1枚で着るとかこのトップス1枚で着るとかっていうよりも、やっぱりちょっと凝った感じのスタイリングに見えるかなと思うので、この合わせはとっても気に入っていてよくやるスタイリングです。はい、ということで続いてのコーディネートはこんな感じでございます。今回のコーディネートもハンターのブーツを使っているんですけど、こういった身丈のスカートに合わせてあげてもすごく可愛くて、身丈のスカート自体も結構トレンドなアイテムで、まあ、そういったスカートにこういうねブーツを合わせてあげたりとかするコーディネートが私もすごくタイプで、今回はそのスタイリングを作ってみたんですけど、全体的にちょっとこう下にボリュームが出るかなっていう風に思ったので、トップスは割とコンパクトなものを持ってきました。このトップスめっちゃ可愛いですよね。こう淡い感じのカラーなんですけど、ストライプになっていて首元にかけて内側に入っていくようなデザインで、結構すっきりと見えるようなトップスになっていて、とてもお気に入りです。結構これは海外っぽい、全体的にシルエットだったりアイテムだったりのファッションになったかなっていう風に個人的には思います。でストライプのトップスにドットを合わせてるんですけど、なんか意外とこの柄の主張がどっちも激しいっていうわけではないので、トップスは割と淡い色なので馴染んで見えるというか、これがもっと過激なストライプとかだったらさすがにドットこういうバッグはあんまりかなと思ったんですけど、割となんか馴染みのいい感じだったので意外と喧嘩しなかったので、はい、今回は柄オン柄で合わせております。はい、ということで続いてのコーディネートはこんな感じです。このコーディネートは結構もうシンプルなコーディネートなんですけど、まあ、このスカートが割とポイントかな。すごいフリルがたくさん使われているとても可愛いミニの、超マイクロミニなスカートなんですけど、フリルがあることで結構ボリュームが出るので、なんかトップスはこういったタイト系のトップスでもこんぐらい短くてもあんまりなんかセクシーすぎないというか、いい感じにバランスをとってくれるので、こういう合わせ方もおすすめです。ちなみに今回はキャミソールをレイヤードしています。前のあのトレンド予想の時にも話してましたが、キャミとキャミのレイヤードスタイルっていうのもすごく私好きなスタイリングなので、今回はホワイトのキャミソールとネイビーのキャミソールを合わせました。でこのベルト、キャメルのベルトで差し色を入れてあげて、まあ、足元は安定にハンターのブーツという感じです。一個一個のアイテム自体は結構シンプルなものだったりとかではあるんですけど、合わせ方とかでちょっと工夫してシンプルになりすぎないようにスタイリングしてみました。はい、ということで続いてのコーディネートはこんな感じにしてみました。このコーディネートは結構大人っぽくまとめてみたつもりです。やっぱこういうフレアパンツってすごい大人っぽく綺麗に着れる印象があるので、まあ、まずこのフレアパンツを選びました。で足元もローファーにしてあげて、ちょっとカッチリ感というかを出してます。この合わせめっちゃ可愛くてお気に入り。てかこのパンツがねめっちゃ可愛いんですよね。グレーのデニムフレアパンツ、これあのアウラヴィンテージさんに新しいお店遊びに来てくださいという風にご招待をいただいた時にいただいた
ものになります。めちゃくちゃお気に入りで超履いてます。ベルトもですね、このローファーに合わせたブラウンのベルトを使用してます。でトップスはさっきのあのネイビーのキャミを中に着てあげて、その上からこのちょっと透け感のある感じの薄いキャミソールを重ねてます。これもなんかレースが使われてたりとかして、でもともとこれちょっとこういった感じでシワ加工っていうかされてるトップスなんですけど、そのおかげでちょっとこうヴィンテージ感が出るっていうか、よりこうこなれた感じでゆるく着れるので、このトップスもとっても気に入っております。このお花がブルーだったので、今回は中のキャミはネイビーにしてみました。はい、ということで続いてのコーディネートはこんな感じにしてみました。このキャミソールは結構あの前半の方でも使っていたブラックとホワイトのキャミソールの色違いのカーキなんですけど、カーキとネイビーの組み合わせが私結構好きで、めっちゃ可愛くないですか。このスカート実はネイビーなんですよ。まあブラックにも見えるんですけど、ネイビーのスカートで、ネイビーとカーキってめっちゃ可愛いと思ってこんな感じで合わせてみたんですけれども、まあ小物はねブラックとかでちょっと揃えてあげて引き締めています。でまああとはこのヘアバンドかな、これもすごいお気に入りのヘアバンドで、ストライプっていうのも結構今海外の方とかでじわじわ来ていて、トレンドになりつつある柄で、私もストライプの洋服とか結構集めたりとかしてるんですけど、このヘアバンドがあって、それ見た時に可愛いと思って、ヘアバンドって今まで割とこう無地の印象というかイメージしかなかったので、こうヘアバンドでこういった柄ありのものとか使うのも可愛いなと思ってて買ったんですけど、なんか意外と使いやすくって買ってよかったなって思ってるアイテムです。今回みたいなこういうシンプルなコーディネートの時とかに1個ポンってつけてあげるだけでちょっと印象が変わって割と個性が出るかなっていう風に思うので、今回はこんな感じでスタイリングしました。であとこのウエストポーチをねつけたりとかして、ちょっと腰回りにポイントを置いております。はい、ということでこのコーディネートでラストでございます。なんかちょっとあの海外のティーン映画とかに出てくるチアリーダーみたいな感じのコーディネートになったかなと思うんですけど、あの私今期この夏はショートパンツを使ったコーディネートを結構取り入れていきたいなっていう風に思っていて、そうなので今回のルックブックでもまあショートパンツ使いたいなと思ってスタイリングをしたんですけれども、お気に入りの T シャツを合わせました。 T シャツのハートの赤とこのパンツのラインの赤をちょっと揃えてドイツ感を出してみました。で足元今回はこの白のシアーソックス、ハイソックスにローファーを合わせてるんですけど、さっきみたいにハンターのブーツとかを使ってもいいかなと思ったんですが、ちょっと今回はあえて学生っぽくハイソックスにローファーっていうスタイリングにしてます。まあ、普通に白ソックスでも可愛いかなと思うんですが、結構ショートパンツで足が露出するのでちょっとそこの面積を抑えてあげる意味でもこのハイソックスを合わせても可愛いかなっていう風に思いました。今回トップスとボトムがブラウンとブラックとかで結構ダーク系のカラーだったので、このホワイトのソックスだったりバッグもこのホワイトのバッグで差し色というか抜け感を作ってみました。でメガネもね結構コーディネートのポイントになって最近お気に入りのアイテムです。ちなみにこれはね適当にって言ったらあれですけど Amazon でゲットしました。なんか買ってみたらちょっとレンズが変更っていうかするレンズだったので、そこがあんま気に入ってないんですけど、形とかデザインは結構気に入っているメガネです。はい、ということで今回こんな感じでルックブックを撮っていきました。なんか気になるコーディネートとか気に入ったコーディネートはありましたでしょうか。ぜひこの夏のスタイリングの参考になったら嬉しいなと思います。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ。